皆さんこんにちは、ワナレグフィッシュです。では今回は、ゲレンデは握手の共有部、ハマン握手図編、続きをプレイしていきたいと思います。すでにネオジオンのシャアと宇宙全域にわたって戦闘状態に入っています。特に激戦になっているのが地球上空ですね。ここをまずしっかり勝ち切ってですね、この後、ルナ2、グリプス2と、攻略を進めていきたいと思っています。では早速時間を進めていきましょう。もうすでにですね、技術レベルはマックスに到達してますので、使うお金もないので、演説は毎ターン行っていきましょう。ハマン様が毎回同じ演説を行うという、ちょっとシュールな演出にはなりますけども、これ毎回行って士気を確実に高いレベルで維持していきたいと思います。地球圏は我々のものだと。機は熟した。共に戦おう。アクシズのために、アクシズの栄光のために。素晴らしい演説でした。兵士たちの戦意は向上しています。はい、では進めていきます。サイド方の戦いから見ていきましょう。量産機はすでにですね、ギラー動画から一部メッサーへと切り替え始めてます。なのでこの後メッサーが増えてきてくれると、よりね、戦いが安定してきてくれるかなというふうには思いますね。これ敵逃走される恐れあるので全力で追っていきます。できるだけ逃走されないように、仕留められるところで仕留めておきたいので、全力追いをしていきましょう。まあ逃げられたら大軍を集めて一気に強襲するという作戦に切り替えます。はい。重要拠点だったので敵の撤退はなかったですね。しっかり敵を撃破できました。まあ、ここはハマーンがいる主力の中の主力なので、まあ、しっかり勝ち切れたのは良かったかなと思います。さらにね、イリアとかも入っている、本当に精鋭隊ですね。まあ、ちなみに、青き彗星の肖像、これ10巻ぐらいまで読み進めてまして、まあ、イリアとかナナイとかが登場してですね、いよいよ面白くなってきたところです。続いて北京上空ですが、ここにいるのはギュネイか。ギュネイは油断ならないけどな。ちょっとまともに戦ってもこの戦力では厳しいので、一度退却しましょう。戦力を整え直します。オーストラリア上空は攻略完了です。ここにはアルパージール投入してあります。パーフェクトジオング、どこが初出なのかなっていうのはちょっと正確にはわからないんですけども、青き彗星の肖像の中にもパーフェクトジオングが出てきていて、シャアが乗ってましたね。で、その時に登場する士官がですね、バオア空戦で、シャアに対して、ジオングの足がないのを飾りだと言ってのけた、あの技術士官も登場してました。まあ、そのあたりもね、本当に青き彗星の肖像の面白いところですよね。昔の登場したキャラがしっかり、登場するっていうのはね、本当に面白いですね。ここもできれば敵を逃がさず全滅させておきたいから。樹道が味方になってくれましたね。ハマーンの元に入ってくれるということです。これ嬉しいなぁ。ヤクト動画を何機か作ったんですけども、ニュータイプの数が十分ではなくて、ヤクト動画に載せるキャラがいなかったんですけど、これでね、ヤクト動画を載せるキャラが一人増えましたね。では、続いてサイド6、ルナ2へと舞台を上へ進めていきたいと思います。かなり順調に推移してるかなと思いますね。ではルナ2です。ルナ2の方も、ネオジオンが守る部隊はかなり少ないですね。まあ、逆襲のシャアの中ではね、このルナ2は、ネオジオン、まあ、シャアのね、騙し討ちにあって中流部隊が壊滅、まあ、そういうシーンがあったと思うんですけど、ここでは逆にネオジオンの方は部隊数かなり少ないですね。ではこのままこのルナ2をしっかり
どうかな、制圧していきましょう。今はあんたに協力してやるが、先のことはわからないね。まあよい、私を失望させるなよ。仲間になった樹道とハマーンの会話ですね。ハマーンがね、残念ながらまだキュベレ、そしておそらくこのままキュベレで終わるんじゃないかなと思うので、あんまり前に出させすぎないように、たくさんいるニュータイプ、これを使った役と動画による物量戦で、まあシャアも含めてですね、おそらくこの後出てくるであろうアルパージールに乗ったクエスであったりですね、すでに強敵として立ち塞がっているギュネイ、このあたりを倒していきたいと思います。では樹道の能力をご紹介しておきましょう。まだランク D ですね。これからっていうキャラクターです。成長しきる前に攻略は完了しそうな予感もしますね。グレミーは A まで来ましたね。ハマーはもちろん S に到達済みです。強いですね、やっぱりね。ブルクローンなんかもまだまだこれからというキャラクターですけど、まあニュータイプ能力、これがね、入ってくると、これからのキャラクターでも、役と動画が乗りこなせるので十分強いです。シャングリラでは、そうやって生きてきたんだ。これで、このレナ2攻略完了です。リーナ、待ってろよ。山の手の学校に入れてやるからな。報告します。我が軍は、敵特別エリアの制圧に成功しました。続いてサイド6、ここ激戦になりそうですね。アクシズ軍26、ネオション軍25というユニット数になります。まあ、ここを損害少なく勝ち切ることができれば、スイートウォーター、まあ、つまりサイド1の決戦まで、順調にいけるかなと思いますね。ここはメッサーがそれなりに数配備されてるな。これだったら、まあなんとかなるかもしれない。あとここにドーベンウルフ隊ですね。ラカンダカランもいます。ランク S 到達済みです。ラカンダカランもですね、若き彗星の肖像に出てきますね。あとはプルクロン。ここは砲撃の打つタイミングがあれば打っていきましょう。損害少なく勝ち切っていきたい。まあそういうサイド6の攻防になりそうです。敵の数多いので、経験値稼ぎができないんですが、アルパーシールの砲撃、メガ粒子砲は撃っていきたいと思います。あとは、ドーベンウルフですね。まあ、新スペースウルフ隊と言っていいと思うんですけども、これが展開しているので、損害は本当に少なくしたいかなと思いますね。さあ、ここだ。これで敵のギラ動画を完全に排除していくことができそうですね。はい、サイド6も敵多かったですが、失ったのはガザディぐらいで済みました。完勝ですね。敵特別エリアの制圧に成功しました。さあ、北京の上空です。ここですね、シャアのギラ動画とギュネイの役と動画がいる。いや、思ったより全然きついぞっていう敵に今ぶち当たってます。ここを突破できれば、もう本当にスイートウォーターまで一直線というところだと思うので、まあ、第一にエネルギー切れを狙っていきます。エネルギーが切れたらですね、そこに集中攻撃をかけて完全に沈黙させると。まあそういうね、作戦を考えていきたいかなと思いますね。正々堂々とできないやつ、なんとしても、シャアとギュネイをここで落としたい。後ろにいるのはシュツルムディアスかな、敵はね。格闘ではシャアにダメージ与えるのはかなり困難だと思いますけどね。ようやくシャアを落としました。ただ、こちらも損壊としてバウを失ったり、
結構な損害が出てしまったので、まあこれはですね、この後、ドーベンウルフへと、バグから乗り換えてもらいましょう。ドーベンウルフを、まあソロモンあたりで精査します。それとここでシャーとキュデイを撃破したので、スウィートウォーター、まあつまりサイドワンに、この二人が出現するのは、もうほぼ確定と言っていい情勢になりそうです。なので、スウィートウォーター攻略戦の前にはしっかり戦力を整えておきたいと思います。では、グリプス2に侵入です。アクシーズ軍54。ネオジョング27。まあ、ちょうど倍の戦力用意できましたが、どうでしょう、敵戦力見ると、バウ、かなり数揃ってそうですね。ここは注意しながら戦いましょう。スイートウォーターの決戦の前に、戦力をね、あまり削られないようにしたいと思います。敵はバウ。これ、量産型が多いですね。それにガゾーム。が主力になっているので、まあメッサーをすでに配備済み、主力はギラ動画になっている、まあ我々アクシズ軍の敵ではないですね。一掃していきます。で、敵の指揮官もここにはいないので、もうスウィートウォーターに待ち構えている状態だと思って、間違いなさそうです。最後は柔道で、グリプス攻略完了になります。残ってるのはスイートウォーターだけになりましたね。シャアの戦力低下により本拠地サイドワンへの進行が可能になりました。サイドワン制圧作戦を提案します。はい、ではですね、次回おそらく最終回になると思います。スイートウォーター決戦をプレイしていきたいと思います。今回はここまでにさせていただきます。